準備いいか、ちゃん。準備いいか。今日ね、ついに、あーちゃんのね、はい、親知らず、4本抜歯&入院が、開催されます。おめでとうございますありがとうございます。気合入れて、気合入れていこう。だな。忘れ物ないか？うん。全然持った？ない。ナルト持った、ナルト。ナルト持った。ナルト持った。五冠持った。よし、いいね。よし。あー、やだなぁ。やだなぁ。怖いなぁ。頑張れ、わーちゃん。よっちゃーん。怖いよぉ。おぉ、病院来たよ。病院来た、あーちゃん。やだぁ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 。でかいなぁ。でっか、こんなでかい病院ならあんた大丈夫や。影分身してね、代わりにやってきてほしい。私の身代わりが、うん、あんたの分身もあんたに任せようとするよ、どうぞ。似た者同士。お前が行けよ、つって。はい、ドチャーク。ありがとう。おい。じゃあちゃん、俺は付き添いできないから、頑張ってくれ。やだ一点張り。マジで一点張り。何しに来たの？何しに来たの、あなた。出しても買いに来るから、ちゃん。どこ行くの？どこ行くの？だよね、あんたもう12時集合でしょ。あんたもう何、時間10分しかない。帰ったらご褒美。あるから。帰ったらご褒美。えな！あ、行けよ。あ、行けよ、もう。行けよ。なんだよ。まあでもね、マジで、ナルト読んで勇気もらって。どうしよう、めっちゃ気になるところで止められたら、ずっとやられてたら、あれ、あの後どうだったあいつ、まだ生きてんのかな気は紛れるからね、まだでも。うん。4本歯がある私とはバイバイだよ。4本歯が生えてる私とはバイバイです。次会った時には。生まれ変わってくるわ。着替え持った？着替え持った。タオル持った？タオル忘れた。パンツ持った？パンツは持った。よし。よし。パンツなの？最終確認。じゃあね。ああ、頑張ってね。バイバイ。はい。じゃあの。はいよ。どうしたの？入ってきた。頑張れ。よし。明日迎えに来てね、ちゃんと。来るよ。さすがに来るよ。バイバイ。はい。一週間ちょいが経過しました。はい。ねえ、バイバイしてから、うん、急に一週間ちょい経過してます。急に一週間ちょいタイムスリップしております。ちゃんと撮ってたんだよね。撮ってた。ちゃんと撮ってたんですよ。退院して、そう。迎え来てくれて、その日の様子とね、うんうんうん、その次の日の様子、うん、で、ちゃんと報告みたいなさ、はい、ご飯食べながら動画撮ったんですけど、そうだね。まあ、YouTuber ですから。はい。もう YouTuber ですからね、はい、やっぱね。もう5年近くやってますから。そう、やってますから。そう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 。まあ、ちゃんとね、まあ、こんな感じでしたよっていうね、まとめみたいに撮ってたんですけど、はい。なんか、なんかね、なんかね、うん、なんかスローモーションで撮ってて。5年目なんかボタンがさ、押したボタンさ、二人とも気づかなくて、なんかボタンが押されてて勝手に。このカメラがちょっと悪い説もある。YouTuber の前に写真かな。音声も撮れてないんだから、スローモーションで撮れてて。でも、編集しようと思った俺がゾッとしたもん、朝。なんか、ちゃんと撮ってたんですけど、ね。で、この前編集しようとしたら、うん、スローモーションになってたろって気づいて、うん、今、撮り直してます。はい。だから、あーちゃんは、とりあえず、歯が抜けました。4本。はい、4本抜きました。腫れも全然ね、もう見ればわかると思うんですよ、収まって。うんうん、若干痩せた。普通に食べれなくて痩せた。そう、若干ね、そんな痩せてないと思う。体重計乗ってないけど、なんかでも顎周りちょっとスッキリして、スリッシャップになりましたよ。ちょっとスッキリした。うん、痩せたと思う、うん、でもその抜いた当時、うん、めっちゃ腫れるかと思ったよね。そう、なんかみんなさ、なんか犬がマムシに噛まれましたみたいな顔してる。パーに腫れてるみたいな。そうそう、本当にめっちゃ腫れて痛いんだろうなみたいな、うん、思ってたら全然腫れなかった。私はあんまり分かんなかった、本当に。なんか確かにポヨンポヨンするみたいな、触ると、うんうんうん、ポヨンポヨンして、確かになんかこう赤ちゃんみたいな、しこりがあるぐらいの、そう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 、ちょっとなんか膨らんで太ったみたいな感じぐらいだった、うんうん、で、まあご飯もね全然食べれた。
むしろなんかもう病院でね、入院して、うん、はいはい、歯4本抜きましたみたいな、うんうん、まあ、麻酔効いてるから、まあ、とりあえずなんかちょっと頭痛いなぐらいで寝ますみたいな、はいはい、でもうほんと2時間後ぐらいにはもうお食事が運ばれてきて、結構ちゃんとしたご飯で、しかもそれが、うんうん、え、こんなに食べていいのみたいな、はいはいはい、思って、いやさすがに歯抜いたしって思ったけど、お腹空いたけど食べたって感じで、あ、これは思ったより痩せんわと思って、あ、これは全然あの確信確信、私意外といける説、意外と食べれちゃったわと思って、はいはいはい、これ完全に本当に人によるんだと思う。なるほどね、うん、しかもあれなんだよね、あの歯抜いた時のさ、抜歯の手術中さ、うん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 、あれでしょ、寝てたでしょ、もう爆睡なんか先生に局所麻酔って寝れたりするんですかねみたいな、あーまあ子供は寝てるけどねみたいな、で、じゃあ絶対寝れないじゃんと思ったら始まる前に寝てたなんか入れられてたんだと思った、何がよ、始まる前に寝てるってことは、コナン君いたんちゃう、コナン君がプシューってこうやって打ったんじゃない、眠いなと思って気づいたら寝てて、もう一回起きたの、でも、うん、手術中に左奥をやってる時に、でもガー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 ドリルでやられてるでしょ、なんかギュイーみたいなやって、うん、なんかやってるみたいな、うん、起きて動こうとしちゃって、私うわーと思って、うん、動こうとしたら、あ、こいつ起きたよって先生こいつ起きたって言われた扱い雑だなそしたらまたなんか眠くなってきたから、まあ、またこうね、点滴とかからなんか入ってたんじゃない、多分安定剤みたいなじゃないとね、寝ないね、普通ね、子供じゃないです、まあまあまあ言うてあーちゃん寝るでもでも本当にその歯みたいのなんか見せてもらって、俺、あ、そう、抜いた後にどうする、これ持って帰るみたいな、すごいラフに聞かれて、俺帰りますって言って記念にね、そう、記念に持って帰る、記念にこの子のなんか母ちゃんがこの中に入れてて、そうそう、おにぎり、私の分身である歯おにぎりの中に入れといたちょっとね、あのマジものすぎてね、あのマジすぎてちょっとあんま見せれない、モザイクかける、でかくない、だって結構でかいの、私のね第一関節ぐらい、小指のくらいの大きさがある、うんうん、これを4本抜いたってことでしょ、そう、すごいよねマジで、だからもうそりゃね4本も抜いたらなんか痩せて見えるわって感じ、なんか顔シャープになるみたいなね、そう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 なんか捨てるに捨てれなくて、いやでもいいよいいよいいよ、なんかネックレスにしようよ、ネックレスやだよ、首からぶら下げようよで、なんか3日ぐらい経ったら、うん、だいたい良くなっていく傾向にあるらしいんですけど、そうだね、そうだから、あーちゃんの痛み止めとか、うん、その辺も3日分しか出されてなかったんですよ、そう、処方されてる薬がね、 そもそも3日しかなくて、で3日経ってそれ以降ずっと痛いって言ってて、なんかおかしいみたいな、そう、え、こんな痛いの薬切れるとみたいなぐらい本当にすごい痛くて、歯が痛いんじゃなくて頭と耳が痛いみたいな、そう、マジで大変だったんですよ、ね、え、何これと思って、なんもできんかったもんね、そう、なんかおかしいって言って、もうずっとロキソニン飲んでみたいな、そう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 、で本当は良くない、本当に良くないけど、うん、1日2回しかロキソニン飲めない、プレミアムのやつ、うん、飲んでたんですけど、もう痛すぎてもう無理で、うん、結局3回、もう良くないのは分かってるけど、もう痛すぎて何もできないから、そうそう、もうやばくて本当に飲んでみたいな状態、結局2日ぐらい続いて、うんうん、で病院のそのもう1回見てもらう日になったから、見てもらったらインナードライインナードライはあの内側が乾燥してる人の肌のなんかね、ねドライフード、違う、ドライフードシルキードライ、違う、そうなんちゃらドライスーパードライなんちゃらドライ、何ドライやったっけ、目のやつなんていう、ドライアイ、ドライアイ違う目のやつ、ドライアイじゃん、違う、ドライアイじゃなくてドライトゥース、ね、トゥースって歯、ドライトゥース、あ、トゥースって歯っていうの、トゥースは歯で、トゥースって言って、それはまた違うこと、ね、ややこしい、ややこしい、ドライドライソケット、ドライソケット、そうそうそう、ドライソケットになってたんですよ、そう、ドライソケットって私知らなくて、その存在をまず、うん、病院でも説明されてないし、うん、なんか YouTuber さんなのなんかちらほら見てから言ったけど、うん、あんまさ、みんな怖い、痛そうで、うわ怖いと思って、もう情報入れるのやめようと思って、うんうん、で、それになってるって言われて、はい、何それと思って、うん、調べたんですよ、ドライソケット、そう、親知らずって骨のところまで行ってるから、骨をちょっと削って取り出してるんですって、その歯を、歯をね、そうそうそう、歯がなかったら骨がもうそう見えてるっていう、うん、見えてるっていうか、まあ、あるっていう状態、はい、本当は普通そこに血が溜まって、うん、なんか血持ちっていうのができるって、うん、でそれがその骨を保護して、まあ、どんどん回復に向かっていく、はいはいはい、だけどその血持ちっていうのを私が食べ過ぎなのかうがいしすぎたのかわからないけど、うん、取れちゃっ
ってた。あ、はいはいはい、でだから回復してなくて、 あらわになってた。そう、あらわに完全になってた状態、骨がね、だからもう見えてるみたいな、うん、覗くとみたいな状態になってて、そこに食べ物のカスとかが入っちゃってたから激痛っていう状態で、しかもそのドライソケットっていうのが結構厄介で、2週間ぐらいずっと痛いみたいな、完治まで2週間から1ヶ月って言われてる。そう、1週間で収まるはずがそんな感じになっちゃったみたいなね。なんでだろうね。でもとにかく安静にしてねって言われてただけだったから、あ、やっぱ調べることって大事なんだなと思って。そうやな。でも今は1週間半ぐらい経ったんですけど、バツ糸はまだできてなくて、そうだ、まだ縫った縫った状態、そうの状態で、その骨がもうパカって見えた状態は良くないから、うん、合成剤が塗られてる綿を詰められて、あー、はいはいはい、今はね、そうそう、なんかこう密閉されてるみたいな、うん、その綿がなんか若干出てきそうで、こういつもモヤモヤしてる、怖い、うん、みたいな。食べてるもの、うん、は逆にその3日目までの方が食べてて、そっからはね、もうお粥だよね。お粥と、でももうジャンキーなものが体は欲してて、うん、食べたすぎて柔らかいアボカド食べたりとか、アイスも食えるっちゃ食える、ね、アイスも食べる、あのね、そうそう、真ん中だけでこう食べるの、歯に当てないみたいな。でもここ数日はちょっとこんちゃん家にね行く用事とかもあったから、うん、お母さんがねすごいあの気使ってくれて、うん、いろんなの出してくれたよね。なんかいろいろね、そうそう、ドライソケットの子がそう食べれるシチューとかね、茶碗蒸しとかいろいろ、そうそう、すごい調べてくれたみたいで、ありがとうございます。近いうちにね、なんかお米とか固形の、あ、そうだね、全然食べても多分もういいんだけど、ちょっと怖い恐怖心があって、食べれないだけだから、食べてみようかなと、徐々に慣らしてる、そう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 、まあでも回復にはね向かってる、全然ね、そうだね、日に日にそう薬とかも3日で終わって5日分次出されるみたいな感じで、まあ悪化しつつも、でもあのちゃんと飲んで、ちょっとずつ落ち着いてるので、そうだね、はい、本当に一時はどうなるかと思ったけど、痛そうすぎて、何が痛いのかもう分からないみたいな、頭が痛いのか、あ、なんか歯が痛いのか、歯ないし、何が痛いんだみたいな、そうそう、耳が痛いみたいな、あ、このままね育っていくでしょう。はい、わけで、はい、いいもの食べれるといいねと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。みんなもマジで親知らず、はい、ドライソケットに気をつけて、ドライソケットという言葉を覚えておいて、親知らず抜く人は。そこからが本番、はい、そこからが本番。ドライソケットにならないようにするこの数日がね大事、3日間が。そう、というわけでまた次回、バイバイ、バイバイ、次回もちょっと良くなってると思う。